えっと、うまく映っておりますでしょうか。えっと、あ皆さん、こんにちは。えっと、私は同志社大学グローバル地域文化学部の向井正樹と申します。 今回あの、グローバルヒストリアのヒストリー・カルチャーワークショップ2021を、まあ、開催あのすることになりました。でまあ、このワークショップ、まあ、テーマは歴史学の成果を現代の世界の理解にどうつなげるかということになっておりまして、まあ、写真が写っておりますが、あの大阪大学名誉教授の桃木史郎先生に後ほどあの2時頃からあのゲスト報告1ということで、まあ、お願いしたいと思っております。 でその後あの同志社大学グローバル地域文化学部の学びということの紹介を、まあ、歴史学と関わらせながらちょっと考える、まあ、機会として、まあ、現在、国立台湾大学修士課程に、まああのまあ、入っておられて、もともとグローバル地域文化学部卒業生である諏訪木誠也さんから発表もお願いしたいと思います。でその後4時から5時に、あのグローバル地域文化学部の学生による卒論構想発表ということも考えているんですけれども。 まあ、そういった形で、まあ、本日進めたいいと思っていますで、まあ、このワークショップは同社大学グローバル地域文化学会というあの、まあ、学会があるんですけれどもそこの、まあ、小規模講演会ということで、まあ、あの企画をさせていただきました。でまあもう一つ共催として文科省の課金費補助金基礎研究の詩グローバルシティズンシップの観点を主題とする歴史総合探究科目の教材開発。 これは同社大学の小玉昭一先生が代表なんですけれども、そちらの方ともあのリンクする企画ということで、共、ま、催、あ、ということにしております。で、まあ、本日あの、このようなあのプログラムであの考えていますということをちょっと紹介。さっきちょっと言ってしまったんですけども、最初に私の方からもう30分で、なるべく手短にこの企画の趣旨というものをまご報告できたらと思っております。 でまあ、その後あの2時から3時に桃木志郎先生から、まあ、歴史学の成果を地域理解につなげる新しい入門書というあのタイトルで、まあお,ね、お話をお願いしております。で、まあ、このような形で、まあ、卒業論文の構想発表は、まあ、ちょっとあの予定もいろいろ学生もありますので、まあ、ちょっと今回参加できない学生もいたりはするんですが、まあ、このようなものを大体考えております。 では早速ですが、まあ私の話に入ってまいりたいと思います。で、まあ、今回の参加者の方なんですけども、まあ、あのような形であの呼びかけまして、あのアンケートを取っておりました。でそこで見ると、まあ、大学教員、研究職、ポスドクほか、他まあ、研究がまあメインで、あの普段まあ活動している方がまあ青い印で、まあ、それなりにいらっしゃるんですけども、結構高校。 など、まあ、あと教育関係者、出版社も含めてかなと思うんですけど、まあ、こういった方が結構多いということが分かります。で実は、グローバル地域文化学部の中の方たちは、割と招待という形で、こちらから、あのまあ、これはグローバル地域文化学会のイベントでもあるということですので、招、ま、待、あ、をお送りしているので、ちょっとアンケートには出てこないかなと思います。で他にあの私が授業で教えているような学生とか大学院生とか、た、まあ、多分いろんな方いらっしゃるかもしれませんけど、赤い印で。まあ 2番目に多くなってます。あと、社会人の方やその他という方もいらっしゃるようです。で、まあ、関西がまあ割と多いんですけれども、関西以外の方も割とまズームであるということ、メリットがあるのかなと思いますけども、参加いただいておるようです。で、まあこん今回こういう形で初めてあの企画するんですけども、できれば来年度以降もこういった形のイベントを1年に1回くらいはやりたいなと思ってますので、まあ、こういった方たちにあの満足いただけるような形にできたらと思うんですけれども。 はいでまあ、最初私がこの企画を考えた理由についてお話ししたいと思います。でこれは昨年出版されたあの「グローバルヒストリーから考える新しい大学歴史教育」という本があるんですけども大阪大学出版会から出ております。その中で私も著者の一人として一あの担当しました。で、まあ、最初これをあの実は高大連携歴史教育研究会というあの大きな団体がありまして。 そちら大学教員や高校教員も一緒になって歴史教育の今後考えるという会なんですけれどもそこで私が編集委員をこれまでやっておりましてその中で編集後期を書いたんですが最初私自身がこの書評自分が著者でもある一人でもあるんですけどもちょっと編集後期にこういうちょっと紹介みたいなことを書きました。 でまあ、これまで書評はなされたんですけど割と私学科教員というか、まあ、歴史の専門家がまあこれを批評するというような形の書評はあったのですけどもなんか私立大学私はまあ同志社大学グローバル地域文学部に所属してますがこういった私立大学だったりあるいは歴史を教えていない ようなまあ、歴史を教えているんですけども歴史学が専門ではないような学部の視点っていうのが、まあ、あってもいいのかなということで私そういった立場からちょっと書きたいと思ったんですけどもちょっと編集あそ,のそういった原稿を間に合わなくて結局編集後期にあそういうことを書いたんですねでまあそういった企画あそういった形でその、まあ、私立大学で、まあそのまあ、例えばグローバル経営学部というようなところで まあ歴史が専門ではないけども歴史も一応教育の一環として入っているようなところでは、まあ、どのような需要があるのかということをちょっと、まあ、その時は考えたんですね。で、まあ、なぜそのようなことを考えたかということなんですけれども。 でまあ、こういうグローバル地域文化学部みたいなあのグローバル系学部で、まあ、歴史は一応その、まあ、教養として学ぶような、まあ、卒業論文でもちろん歴史学的な卒業論文を書くことも可能ではあるんですけれども、まあ、全員がそうではないようなあの必須とはされていないようなところっていうのが割と私立大学でもその私学科みたいなところがあるところは割と国立と。 まあ似ていいるのででははないかとは思うんですよねちょっと私の誤解があったら申し訳ないですけどもでも最初から歴史学ではないということになっているところで、まあ、歴史学者なり、まあ、歴史研究者が何を教えるのかっていうことの議論が実はあの急務であって、まあ、しかしそれがあまり議論されるような場所っていうのは限られているのかなと思っています。 で高台連携歴史教育研究会はそういったあの実は貴重な場にはなってるんですけれども実はちょっとあの私自身の問題ではあるんですけども学期末でちょっとなかなかその大学の事情で、まあ、その時期に参加できなかったりということが多いんですね。なので、まあ、まあしかしそういった議論はしないといけないということで、まあ、今年はちょっと参加できるかとあのちょっと今のところ思ってるんですけどもちょっとしかしそういった場に。 加えて、まあ、こういった、まあ、グローバル地域文化学部のような、まあ、ところが、まあ、主,体主体となってこういった議論をするという場を、まあ、作っていく必要があるのではないかということを考えました。でまあ、具体的にじゃあグローバル 系の学部まあ、うちのようなグローバル、地域文化学部のところで、どのようなあの歴史が求められているのか、というまあ、歴史学者というか、歴史研究者はどのようなことがあの求められるのかって考えますと、やっぱり現代世界とのリンクがあるかどうかっていうことは非常に強く求められているのかなというふうにまあ日々思っております。あとはそのまあ、その歴史のまあ、例えば一過性の問題だと見なされてしまうような。問題がまあ。実は今も考え直す必要があるという。普遍的なレベルで。 あの意味があったり、あの興味深い視点をどれだけ提供できるかっていうことが重要なのかなと思ってます。まどれどんなことがそういうことかって言うと、例えば民族とは何かとか国家とは何かっていうことが、まあ全近代まで含めて歴史的に考えると見方が変わったりということはあると思うので、まあ、こういうま他の人文社会科学がま扱っているようなテーマでもある。 わけですが、まあ、そういった枠組みを歴史的にこう構築するようなことができれば、まあ、歴史学がまあ結構まあ貢献できているというふうに思われるのではないかとちょっと考えています。はい でまあ、そういったことを考えますと、まあ、例えば出版物でグローバルヒストリーと銘打った書籍というのはかなりあるんですけれども、まあ、そこに描かれたトピックが、まあ、現代世界とどうつながっているのかということを明示しているものって、実はそこまでないのかなとは思うんですね。もちろんあるんですけれども、多くはないと。やはり、まあ、歴史学の専門家が、歴史学者の、他の歴史学者の目をあの考えながらあの書いているという部分もありますので。 まあそうしますとやっぱり問題はその具体的な事実がまあかなり詳細に紹介されてまあそれ自体が価値があるようなまあ論考というかまあそういったものを並ぶことが多いんですけどもそれが事実の羅列に見えてしまっていてじゃあそのストーリーからどんな論点があの現代につながるような論点ということになりますがまあ語りうるのかということを明示的にあ,のあまり示されていないことが多いということなんですね。 なので、まあ、事実を提示して、まあ、結構汲み取ってくださいみたいなあの書き方になってしまうことが多いと思うんですけども、まあ、このままだとあの魅力的な、まあ、結構テーマを並べている例えば他の分野が、まあそのまあ、何々の何々性みたいな感じでよく言語化して。 そのテーマ主体でで結構出出版物を出したりすするわけですよね、まあ、そういった時に歴史学者は、まあ、それをやらずに結構あの読者に丸投げしているような形であると、まあ、そういった魅力的な分野に、まあ、現代とつながることをやっていると見える、まあ、そういった学部なりそういった分野に、まあ、死亡者を奪われるということになるのではないかということをまあ考えています。でそうならないための本というのは実は結構企画はされているかなと思って。あの あのミネルマの例えば論点西洋史っていうのが出ましたし論点東洋史も東洋史,東洋史学でしたかちょっとすいませんそういった本もあの企画されていてそういった本は割とテーマ別になっているのであこのテーマだからそのテーマに関係したりあの興味を持っている隣接多分野の方がまあそれを手に取ってまあ歴史学ではこんな議論がなされているのかと分かるようなそういった本がどんどんできるといいなと考えています。 でまあ、福井典彦先生の歴史学入門っていうのは実はこれグローバル地域文化空で私があの、まあ、アジア地域研究の導入として使っているんですけれども <laughs> 親と思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど実は福井典彦先生はフランスの歴史の専門家ですのでなんでそれをアジアに <laughs> と、まあ、実はアジアあの、まあ、アジアにも関係するテーマがもちろん入っているんですね。なので、まあそのでそ 福井輝先生が挙げている例を、まあ、アジアの例に引き付けながら話すという形で使っていますが、まあ、論点東洋史学みたいなものができればあのそういったものは非常に役に立つそうな気はします。 あと、まあ、最初に紹介しましたグローバルヒストリーから考える新しい大学歴史教育という本がありますがこれは大阪大学で、まあ、実は私も一回担当したリレー講義がありましてその講義がベースになっていますでこの講義は、まあ、歴史学の学生だけじゃなくてその理系も含めていろんな分野の学生が参加するものなんですねなので、まあ、そういったいろんなニーズに応えうるような講義があの組まれていますでこういった本が出る、まあ、増えていくことによってあの グローバル系のののの学学部でも、まあ、教育にかかせる歴史学のネタっていうのが増えていいいう増えくのかなと思います。で、今回桃木先生にこの後お話しいただくのもこのグローバルヒストリーから考える新しい大学歴史教育に、まあ、ちょっと少しあの反映されているような桃木先生が取り組んでいるその歴史学の成果なんですけどもそれを現代の世界の理解、まあ、地域の理解に結構つながるような内容っていうのが含まれておりましたので、まあ、そういったまあ関連の話を後ほどいただくと思います。 で私自身はこのグローバルヒストリーから考える新しい大学歴史教育で書いたのは割と異文化接触論みたいなものをあの取り上げました。でこれはジェリー・ベントリーというあのアメリカの歴史学者が書いたあの、まあ、文章をまあ使っているんですけれどもなぜまあそういったものを入れたかといいますとやはり異文化接触論みたいなもの結構歴史学者はあの盛んに議論をしてきたと思うんですけれども割と隣接多分野。 ってどこなのかというと歴史学の隣接者分野いろんな多岐に渡たりますけど、まあ、いろんな分野の方が知らないっていうことはあります。でまあこれは例えば比較の研究の手法なんかはマルク・ブロックはあの有名ですけどもマルク・ブロック自身が結構チャレンジングなあのプロジェクトとして比較に取り組んだんですよね。でも、まあ、それもあまりあの歴史学以外ではあの参照されていないように思えますし比較のやり方といったことは結構他の分野の方も 割とかっちり始めているというか、も、ま、う、あ、でに行っているところもあって、歴史学があまり比較の分野でこう活躍できるような状況にはないということもありますので、なんかこういった議論を本当は、まあ、だかテーマに関するようなあのメニューというのを歴史学者がもっと提供できるといいのではないかと、まあ、考えたということですね。はい、ちょっとないろいろ長くなっておりますが。 でまあ、ちょっと統計的なデータをあのイースタットというオンラインの,あの,あの統計から取ってきたんですけれどもまあこれ例えば私学系の出身者私のような歴史学の専門家がその まあ歴,史学歴史学者の後継者を育てるみたいな教育をする場所っていうのはこれ私学科の大学の私学科だと思うんですけどこれ学部大学院合わせてですか学部,です学部制ですねこれは人数見てみると私かつてあのこういう教育が開く新しい歴史学っていう本をあのまあ私学会の125周年リレーシンポジウムっていうのは2014年に行われたんですけれども まあその時に出された本で書いたんですけども実はあのまあ私たちはあの当時あの流行っていたその流行っていたというかあの99%というデモが行われていたあの時期だったと思うんですけどもまあ歴史学者っていうのは1%で結構その99%に何を語れるかっていうことが重要だってことを書いたんですねでも、まあ、それはやっぱりこういった統計からもなんか全体の中では本当に1%っていう立場なんだなっていうことでだからその 1%, 1に向けて語るのではなく、残りの99%に何を語れるのかっていうことを、まあ本気で考えていく必要がこれからあるのではないかっていうことなんですねで。これは国立の場合はこんな感じになっていて、で、まあ公立の場合はこのような形になっているということになります。あ、で、後ほどすいません、このパワーポイントの,あの一部あの抜粋したものを皆さんにお送りしようと思います。で まあこうやって考えるとあの私たちは私学系の学生だけを見るのではなくやはり広い人たちにこの歴史学の成果をいかにアピールできるかっていうことがあの今後まあ歴史学が役割を果たして役に立つぞっていうことをアピールするためには必要なのではないかっていうふうにちょっと考えています。で、まあ、例えば私のような歴史学出身者がこういうグローバル系学部に就職するとどうなるのかっていうことをちょっとあのご紹介したいと思うんですけど。 例えば卒業論文2019年度のものを見ますと、まあ、ほぼ歴史に関するものはなくて、まあ、私のゼミの学生も含まれているんですけれどもあの、まあ、それは下のヤングムスリムの現状という日本における、まあ、そういったことをやった学生がいるんですけれども歴史はあまり生かされてないんですけれどもただ卒業論文の中に歴史的な視点だったり歴史的なディスプリンは生かされていることがあります。 でこれは2020年度であの、まあ、このベトナムコーヒー文化っていうのが私の学生なんですけども、まあ、それ以外もあまり歴史という要素はないんですけれども、まあ、しかし家族とか、まあ、こういったまあナショナリズムとか歴史学も結構あの活躍してきた分野っていうのはあるということが分かると思います。まあ、文化の境界線といったことももちろん文化人類学とかのテーマではあるんですけども歴史学者も何か語りうるかもしれないようなテーマはあると思うんですね。 でまあ、地域で見ると、このような、例えば私が所属しているアジア太平洋コースでは、あの案外、日本に関するものが多いんですね、まあ、これはなぜかっていうと、やはりフィールド調査っていうことが結構重んじられるところもありますので、フィールド調査ができる、アンケート調査ができるってなると、まあ、日本にいる方々を扱うことが多くなるからだと思いますが、やはり近年の傾向として、韓国、扱う卒論はすごく多いですね、で東南アジアや、まあ、本当はトルコとかもあるんですけれども、まあ、そういったところもあります。 でテーマで見ると、まあ、結構最近はジェンダーに関するあの関心というのは高いですので、まあ、こういったもの教育社会文化未来といったことも割と未来をデザインするような卒業論文もあったりするので課題を見つけて、まあ、その解決策を考えるみたいなことも行われたりしますあと映画だとかアイデンティティで歴史はあの2016年から2020年度でタイトルに含まれていたのは4回だけっていうことですね。 ただ歴史的な視点はもちろんあります他にも、まあ、こういった状況なんですねでもうちょっと頻度の低いものだとこういったテーマが並んでいますはいあでまあこのようなところでじゃあどのようなコンテンツというか例えばじゃあ歴史学が主役になるじゃないですけど結構 大きく役割を果たせる分野は何かって考えたときに、まあ、実は今回私があの掲げたグローバルヒストリーとヒストリーカルチャーっていうことがあるのではないかっていうことになるんですねまあ、この後はちょっと飛ばしながら行きたいと思いますけど例えばヒストリーカルチャーっていうのはこれ EU 圏でまあこういった議論が行われているということをまあ最近知ったんですけどもそれがあの結構この、まあ、グローバル系学部で歴史学者が扱うテーマとして面白いのではないかということを考えて、まあ、ちょっと継続的にまあこれを同志大学グローバル地域文化区分のイベントとして毎年できたらいいのではないかと思ってます。でそれについて紹介したいと思うんですけれども、まあ、ちょっとこのようなドイツのまあ歴史雑誌みたいなものが流行っているそうで,で、まあ、こういう EU 圏においてそういう歴史文化 ヒストリカルカルチャーなんですけど、本当は <laughs> そういったものが高まってきたということがあるらしくてで EU 圏ではこういうシンポジウムが開かれて、まあ、これがまあヒストリー・ティーチング、まあ、歴史教育においてこういうまあコマーシャル化されたマスメディアがに描かれている歴史というものがまあどのようにあのまあ若い学生たちのまあメディア・リテラシーをまあ鍛えるというかそういったことに役立つのかあるいはその学生たちの異文化 何ですか異文化交流力というか、まあ、そういったトランスカルチュラルコンピテンシスっていうものを鍛えるのに役に立つかっていうことが議論されたそうです。で、まあ、この本を、まあ、編集したスザンヌ・ポップさんっていう方は実はあの2019年に大阪大学がまあ中心になって行っていたグローバル展開プログラム国際シンポジウムとかあるんですけどここで。 あのまあ、大学の歴史教育をグローバル化するという、まあ、プロジェクトだったんですけどもその中でスザンヌ・ポップ先生がドイツからまあ参加されてましたそこでまあ直接、まあ、そういった話を伺う機会があってあこれは面白そうだということで是非日本でもこういった企画ができたらいいなとちょっと考えたんですね、まあ、このヒストリカル・カルチャーという、まあ、ちょっと日本語的にはヒストリカル・カルチャーってちょっと言いづらかったのでヒストリー・カルチャーと訳したんですけども、まあ、スザンヌ先生はゲス ゲシヒクルトゥールと言ってましたねドイツ語的には、はいで。ドイツでもやっぱり日本と同じように、まあ、一般的な大学の歴史学部ってあのこういう古代史、中世史、近世史、近現代史で地域史っていうのがあるそうですけど、まあ、こういった形になってるということですが、まあ、歴史教育学っていうのが結構割と学問として成立しているということがあの言われてました。すすみまませんちょっと飛ばしていきますが、まあ、これドイツのの教育の状況 歴史教育の状況っていうのを、まあ、スダン先生あのシンポジウムで語ってらっしゃったんですけどもでその中で歴史文化っていう分野があの出てきてるということを言ってましたで、まあ、それがまあ20世紀末の言語論的展開というものから、まあ、その記憶学とかまあ遺産学と言っていいのか、まあ、そういったものの中にまあそれが広がっていく中で、まあ、歴史文化というものの分、まあ、考え方っていうのが出てきたっていうことでしたはいちょっとで まあ70年代そのナチスやホロコーストの歴史に関する議論が活発化してまあそれがあのいかにまあ過去とまあ向き合っていくかというようなあの coming to term「カミング・ m s タームズ・ウィ e p パスト」というようなまあ議論が巻き起こったそうでまあそれはやはり民主的な未来の確保としたとするために過去から目を背けず議論していくというまあそのまあ議論が活発化していったということがあったということです。そのの中で結構歴歴史史文化とというももがあの歴史認識とともに 結構根付いていたといてったたととううこがあそですドイツの有名なあの歴史教育学者の方が、まあ、歴史の学びを、まあ、人間がどうやって歴史的なものを学んでいくのかっていうあの、まあ、そういった側面を、まあ、分,けあの分析した時に外的な側面と内的な側面あ順番内的側面外的側面でしたけどっていうのがあると言っていて、まあ、その内的側面個人の精神的なプロセスっていうのが歴史認識にあたるんだっていうことで。 でまあ、それに対して社会の中にその過去や歴史を扱うようなものがあると、でそれはあの、まあ、観察可能な、あるいはまあコミュニカティブなもの、まあ、レファレンスとして存在しているような歴史を扱うもの、やり方、まあ、そういったものを外的側面ということで、ということでヒストリカルカルチャーと呼んでいて、この内的側面と外的側面は互いに構造的にあの結びついているということだそうです。 でまあ、それがまあ互いを規定し合うことなく互いにトリガーとなったりあの影響を与え合ったりということがあるということでした。で、まあ、こういったものをちょっと,、まあ、ちょっとこれはちょっとあの、まあ、そうですね、まあ、その中にあの文化的記憶とコミュニカティブメモリーというのがあるということで、まあ、多分文化的記憶というのは社会的な記憶のことだと思うんですけどコミュニカティブメモリーというのはまあそれが3世代を遡らない、まあ、直接な そのコミュニケーションによって成り立つようなものでそれがまあ家族や社会とかあるグループのを結集させる力になるような、まあ、そういったコミュニケーティブメ,ロメモリーっていうのがあるとでそういったものを分析していくようなまあ立場っていうのがあるのかなということですね。でまあ、実はこういったドイツの文脈で、まあ 言われてきた歴史文化、まあ、ヒストリカルカルルチャーっていうもの実は日本でも結構関係する問題ってたくさんあるのかなと思って、まあ、今後ちょっと私もまあこれに関係するものをやっていきたいなと考えたんですけれども、まあ、ポップさんに影響を受けてでじ授業で結構私があの紹介するのはこういうモンゴルイメージっていうものをまあ紹介してるんですね、まあ、これがいわゆる文化的な記憶、まあ、ヒストリカルカルチャーとして 紹介でできるのかなと思うんですけども,もちろんあの13世紀に日本にまあモンゴル帝国があの遠征軍を送ってきたという話なんですけども江戸時代にはこういうまあ歴史をもうこう暗記するようなまあ三次教とかまあ戦字門といったものがあるんですけどその中にまあ蒙古襲来実はもともとあんまりなかったのがあのペリーの黒船の時期ぐらいからそういったモンゴルのことが書かれるようになってきたということがあります。で そそれがのの後どう展開しているのかで同志社大学は結構こういう古い教科書をたくさん持っててあの私図書館で結構好きで見てたんですけども面白いのがこの戦前明治時代にこの女子用の教科書っていうのがあったんですね。でこういうのもヒストリカルカルチャーとして面白いかなと思っていてで、まあ、こういうのを紹介してみようと思ってで例えばこういう現行の駅を日露戦争と比較せよみたいな考えさせる問題がついてたりします。 でまあ、これはあの例えば女子教育に関係するもので、まあ、歴史日本の歴史の中の事実の女子の作業に関わるもの女子に関係深きものを、まあ、書いたみたいなことを言ってるんですねこの教科書では。まあ、そあの何種類か教科書あって今いろんな種類の見てるんですけれどもどんなことかと,と例えば猛虎襲来の時に「扶助老羊は家を守り」みたいなことを書いてあるんですね。 なんで、まあ、こういう、まあ、同じ蒙古襲来を描くにしても、まあ、こういう、まあ、女子の視点というか、まあ、そういったことが入っているわけです。まあ、あた別の教科書で、まあ、こういったものがあるんですけど日本の歴史なんですけど公文社というところが出したもので。 これなぜ同志社にあるのかなと思ったらこういうあのものが入ってまして公文社がまあこの教科書をぜひ採用してくださいということであの送ってきたということがこういったものは結構図書館にあるので何かこういったものを分析したりって結構学生がやったり、まあ、そして現在のまあモンゴルに対するイメージとかいうことを考えさせるといったテーマになりえるのではないかなということをまあちょっとヒストリカルカルチャーの一環としては考えたりしています。 まあちょっと以上にしたいと思いますけど私の話は。で、まあ、こういったことも含めてその何て言うんでしょうなんか歴史学がその、まあ、従来は過去の客観的な事実をいかにあの解明していくかっていうのが歴史学の一番重要な仕事だったと思うんですけども。 だかからなんか今言ったようなテーマって、まあ、本当に歴史学者が本職としてやるようなことじゃないというようなイメージもあるかもしれないんですけれどもしかし現代に何を言いう,うるかっていうことに関しては結構そのもちろん過去の事実の復元って非常に重要で崇高な仕事ではあるんですけれども。 そ,れまあ、そういった知識に、まあ、基づきながらこういった現代にもつながっていくようなテーマにも、まあ、関わりを持っていくようなことっていうのが、まあ、こういったグローバル系学部では求められているのかなと思うんですよね。ただ一方でその、まあ、割と大学では大体歴史学者っていうのはあの国立大学だったりとかの、まあ、歴史学の研究室で育ってくるわけですけどもそういうトレーニングはあんまり受けてないんですよね。で実際にににこういういグローバル学部に放り込まれた時に 一体何をしたらいいいんだろううっていう、まあ、従来通りに私が習ってきたような歴史学をやるっていうのはもちろん選択肢としてあると思うんですけども新ししいこととをやろうとした時にノウハウハもも知識もないわけですねなので、まあ、そういった立場に置かれてる教員が結構周りにも何かいてでその人たちでじゃあ私たち何をできるんだろうっていうことを前向きにこう開発してくれるような場っていうのが欲しいなと思いましたなので、まあ、こういった場をちょっと作ろうということで思い立ったのがこういう研究会っていうことになります。あ 以上、ちょっと私の、まあ、この回をちょっと作ってみたあのなんですか考え方っていうのをちょっと紹介しました。では早速ですが、次にあの桃木先生に登場いただこうかと思うんですけれども、はい、すいません、ちょっともうひたすらしゃべって終わってしまいましたけど、また後ほど時間があれば、あの皆さんからあのご意見とかいただけたらと思うんですけれども、あとチャットにちょっと質問